電子レンジワンドキュン。この私、毒サソリ魔女が最大の兵器を発明したのさ。現れなさい、人格破壊マシーン。ね、これが私の最高の発明、人格破壊マシーンよ。これを使われたものは、これを一度発動すると全人類はあれになっちゃうのよ。お、あーでもちょっとさすがに抵抗があるわねって。おっ、おっとっとっとか、しまった。ミャン、クラ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 、くれピカーン、うわーでピカーン、うわー、正解は大変なことになっていた。やっぱり今のなし。でーん、電子レンジマン、地球刑事、洗濯機マン、夢の大共演シリーズ。でーん、5023年、地球刑事はゲドンダー帝国との戦いを終えた。ああ、仲間をみんな失った。俺には帰る場所もない。ああ、どうしたものか。あっ、お前は毒サソリ魔女。死んだはずでは。私はまだ、生き絶えてはいないのだ。地球刑事。私はあんたを倒せなかった。だが貴様が生きているうちに死ぬわけにはいかぬ。貴様を異次元の彼方へ葬ってやる。なんだと。時空変、はあ、っ、時空変身できない。今だ、今のうちに貴様を葬ってやる。わさっ、バタン、ついにあいつを異次元の彼方へ葬った。なんだこの世界は。普通と変わらないように見えるが、あれ、あれはなんだ。私を侮辱した貴様は永久に闇に葬ってやる。進んな。俺がそんなひどいことしたってのかよ。した。お前はこの盗賊王洗濯機マン様を侮辱した。ハサミを絵の方から返すはお前、そりゃ侮辱だぞ。お前はバカだな。くそ、この無法の時代もここでお別れかよ。俺の命の終わりとともに。その通りだ。この盗賊洗濯機マン様に、こう、あれだ。あれだ、あれ。ほら、あれっすよ。通りすがったでどうすか。通りすがったのがお前の間違いだった。ちくしょー。よくわからんが、あの若者を助けないと。た。待て待て待て。た。はい。なんだった。て、ちょっと待て。これは俺が変身するメイサイガーでは。どうした。あ、いや、あれだ、お前ら3人がかりで人を殺そうとするなんて本当に卑怯な奴らだな。俺が許さない。ふん、コアッパが私の邪魔をするなど57万年早いわ。しまった、俺は今変身できないんだ。逃げるぞ。あ、こら待て。あ、危ねえところだったな。ところであんた一体何者だい。俺か。俺はただの通りすがりの男だ。お前こそなんで男なのにそんな変な髪型してんだよ。お前女かよ。そういうのは現代社会にはちょっと荒いな質問だね。俺はこういう格好が好きなの。そうか、すまなかった。ところで、あ、ごめん、ちょっと腹が減ってさ、ちょっと飯おごってくんないかな。なんだよ、それが目当てだったのかよ。まあな。ああ、うめえ飯だった。
ところでこの世界は一体どういうことになってんだ。ここかい。ここはな、ここは2300年さ。何そんな昔か。あ、昔？兄さんまさかあれか、あのタイムスリップか。どうやらそうらしいな。俺は異次元に飛ばされたって聞いたんだが、あ、ついでに聞くが、毒サソリ魔女ってやつを知ってるか。毒サソリ魔女だって。知ってるさ、知ってると思う。そいつはな、この世界を支配してる男さ。あれ男なんだ。ああ、なんでも未来からやってきたとかいう毒サソリ魔女ってやつがさ、この世界を支配しまったんだ。そしてその瞬間、世界はなんか闇に包まれて、みんなは人が変わっちまったんだよね。そうなのか。だいたいそもそも2009年だったはずなんだよな。それが2300年になってるんだ。時空が歪んでいるのか。ああ、そうなんだよ。で、俺はね、あの毒サソリ反乱軍の割といいとこなのよね。すげえなお前。俺は毒サソリ魔女を滅ぼすために変身アイテムを今からもらいに行くところよ。俺もついていく。いいな。ああ、まあいいよ。じいちゃん、それが変身する銃だかってやつ？そうじゃよ。この銃があればな、これまで地球を救ってくれたヒーローたちに変身できるのじゃ。それは俺の持ってたあの銃にそっくりだ。見た目は全然違うけど機能が同じだよ。何？未来にもそんな銃があるのか。そいつはすごいな。その銃、この俺がもらう。はっ、孫よ、この銃早く受け取るんじゃ。おう、変身。はあ、違う。あ、かあ、こいつはすげえ強いパワーだ。確かに強い。お前は強い。だがな、ちょっと違うな。お前が強くなったのは力だけだ。メキ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 。ズオー！はあ、そうだ。このゴーグルがなかったからだ。よし。はあ。時空変身。あれ、ちょっと違うぞ。これは電子レンジマンじゃない。いや、グレートじゃないっていうことは、あれだ。これはまさか伝説の初代電子レンジマン。バカな、あれは噂に聞く電子レンジマンか。ああ、そうらしいな。はあ、ミサイル発射、ダン。グワー。死ねー。レンジでチン。火炎放射器。ああ、たまげたわい。お前が家電戦士だ。地球刑事だよ。俺はこの世界でも地球刑事になってしまった。ま、いっか。やったぜ。続くロビンソン第2シーズンはこうして始まった。おや、これはバカな。これが毒サソリ魔女のスイーツ軍団の団員だと。ベーベー。次回予告、こいつらに別れを告げた、こいつ、そして盗賊洗濯機さんに協力を求めた地球刑事。洗濯機さんは盗賊をやっていたが、正義の心はまだ完全にはなくなっていなかった。そこに謎の男ボブも加わり、3人の新たな家電ヒーローが誕生した。それに対し魔女毒サソリはミスターレッドブラックを送り込んだ。次回、地球刑事セカンドシーズン、蘇る家電戦士レジェンド、びっくり人間大集合をお楽しみにね。